ここんにちは風穴未来ですすししごろトークをお届けします今日のテーマは猫の不安泣きですしばらくワンちゃん猫ちゃんの話題ご無沙汰してたんですけれども久しぶりに猫の話題を取り上げたいと思います。今見ていただいているのは私がよく行く YouTube チャンネルの えっ、ー、とタイトルお見せして「中猫チャンネル」ですね5万人くらいの登録者あさんがいる人気チャンネルなんですけどねで今日のテーマは「不安なき要するにですね猫を保護して、えー、家猫の訓練をしていくという活動を 中猫チャンネルさんはやられてるんですけれどもその時に保護,保護されてきた猫が要するに今までと環境が変わっちゃうわけですよねですから不安になって泣くというそういうその不安泣きなんですけどもまあその個人差というか猫によってすごく差があってよく そういう場合大体泣くらしいんですけれども、まあ、私猫飼ったこともないし保護したこともないのでわからないんですけど中猫チャンネルさんを見てると、まあ、そうらしいです泣くのが当たり前みたいなね不安なきでしばらくすると、えー、泣きやむその不安なきの期間の長さは猫によるということなんですけどねで今見てていいただいてるのが よくなく外猫さんの家猫訓練スタートあごまるくん後編っていうんですけどもまあこの猫があごまるくんなんですね可愛いでしょすごくねすごくなんか可愛いでカット違いこんな感じなんですよで今日のテーマ不安泣きなんですけどもじゃあこのあごまるくんの不安泣き どうやってて泣いてるのどれくらいなもんなのかというところをちょっとお聞きください。ではどうぞ。 ございます。保護して次の日の朝でございました。はい、アゴちゃんを。 食たご飯はどうだろうあーしゃーしてるのはい、食べてませんはい、食べなかったもちろんカリカリも食べなかったよなはい、カリカリも食べてません、ね、当たり前だね当たり前だはい、問題はじゃージョージョンあ、ほったおトイレはできてますかおトイレおトイレはできてるかな

はいこんな感じなんですよね。相当大音量でで鳴いてるんですよね、まあ、けあのかなり可愛い猫だと思うんですけれどもこう激しくですね、えー、泣かれると、まあ、切なくなってくるというこの,このチャンネル主さんもおっしゃってましたけれどもこの動画の中で本当に聞いていると切なくなりますねこの不安なきというのはね。まあ猫 猫の気持ちになってみると外でこの猫は外猫さん要するに外で野良猫ですよね外で暮らしていたのがえじゃあなぜ保護するんだということなんですけど要するに危険車がの通りが激しかったりしたら車に引かれちゃうだろうしね要するに 命の安全そういうまあそれだけではないんですけどいろんな要素あるんですけども保護するということが大事になってくるわけですけどもただ猫にとってみるとずっと外で暮らしているそういうのが習慣化されているわけですよね。で聞くところによると3ヶ月ぐらい3ヶ月か4ヶ月こう餌付けを してくれてた人がいて、要するに野良猫状態でご飯だけを食べに来るみたいな感じで餌付けをしていて、でようやくまあ、慣れてきて保護に至ったという感じなんですね。うん、ただ猫とすると外で暮らしたいっていう気持ちが強いんでしょうね。ですから、えー、泣,いて泣いて泣いて泣いていると。で今日最新の動画が上がって。 いいたたんですけどももそれを見ててままだ泣いてましたねちょっと弱まってきてるようだけどまだ泣いてるというね、まあ、切,切ない感じがするんですけども、まあ、私ねこの猫の不安泣きを聞いていて他のもう一本動画ご紹介しますけどもじゃあもう一本動画し紹介しちゃおうかしらこちらですけどもミッキーちゃんといううん ミッキーちゃんかなミッキー君だっも夜なきもうこの子は治ったんですね夜泣きが,あの夜泣きが、えー、収まった子なんですけれども半端じゃなく3ヶ月間ギャン泣き要するにワン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 がニャン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 泣きっぱなしだったらしいです3ヶ月3ヶ月間以上ですよ。 す,ごくないですかまあまあでもその世話,し世話をしてくれてた人がやはり粘って粘ってね我慢を重ねて世話をしたためにですねその黒の甲斐あって今はこういう感じでね可愛いい猫ですねこのミッキーちゃんもね。でこの子の場合は先ほどの、えー、アゴマ丸 あごまるくんの場合は現在進行形で泣いてるんですけれどもこのミキーちゃんも収まったただかなり深いわけがあってまあ興味深いんですけどねそれは「元飼い主さんの孤独心により外に追い出された猫ちゃんの心のケア」っていうタイトルがついてるんですけども。 今日ご紹介し,たするしている動画の URL は2本ともこの動画の概要欄説明欄におありします。えま中ネクチャ,チャンネルさんのやられてる活動もよく分かりますし登場してくる猫非常に個性があ強いですねあのものすごく面白いっていうのかな興味深いんですね。 他のチャンネルとと違うこ他の、えー、猫のチャンネルいろいろありますけどもこうしゃべる猫だとか、まあ、結構もう飼い,主飼い主さんに可愛がられて本当にな懐いていろんな仕事が可愛かったりそういうチャンネルが多いと思うんですけどもこの「中ネコチャンネル」というのはそういう、えー、飼い主さんに可愛がられて。 幸せな暮らしをしている猫のチャンネルではなくて捕獲というのかな要するに外,外で、えー、暮らしている猫を捕まえるというかな捕獲,捕獲してそして、まあ、ワクチンを打ったりとかいろんな検査したりして、まあ、この中猫チャンネルのこの主さんのところで えー、ちょっと預か,かるというのかなそこにまずしばらく置いてその後に預かりさんっていうところに預けてそして譲渡会落ち着いてきて来たら譲渡会に出すというねそういう流れなんですけどもねそりゃね大変です見ていて、うん、多頭崩壊の現場も見られそういう見せてくれてる 動画もあるんですけどもこれででですすすねね方多崩壊は修羅場です、ね、ですから猫ただ猫猫って可愛いなというようなそういうチャンネルではなくて修羅場もありますし猫性というのか人生があれば猫性もあるということで光と闇というのかな非常にドラ,ドラマチックですねですから切ない動画もありますし本当にえー ほのぼのとした動画もありますしこうひきこもごもと言いますかね人にゃんにゃんせいろいろというね人生いろいろというかにゃんせいろいろという感じがしてですね私はこう好きでこの「中猫チャンネル」をよく見ますまあ時々時々というのかこうストレッチというのかなちょっとリラックスして仕事で疲れて休むときにこの「 猫をね、こう猫動画を見ながらねちょっと気分転換するっていう時に真っ先に見るのがこの「中猫チャンネル」なんですね。で話を戻すとこのミッキーちゃんこの可愛い猫ちゃんミッキーちゃんはこの飼い主さんがお年寄りで、えー、孤独死されたとでちょっと生々しい話になりますけどもそのお年寄りにすごく可愛がられて いたらしいですねでただ亡くなって死んでしまってでその死体もこう不乱死体というのかな、えー、腐っていくそういうところまで、えー、猫は見,、えー、見ていなければいけなかったというねですから心心のケアってありますけど心がもうボロボロに傷ついてるわけですよね。 でえーまあ、今はその時はショックだったわけですけれどもただその後に、うん、捨てられちゃって親,親戚から捨てられ追い出されてそこをで何ヶ月間外でさまよっていたらしいんですね。でどっかでどっかで餌をもらって生き延びていたんだけどそれで保護されたというねそういうわけ。 超やきあり先ほど申し上げましたけど3ヶ月間ギャン泣きワンワンワン,ワンワンじゃない、ね、ニャン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 泣き続けたというその理由はやはり心がもう傷だらけの天使というかなボロ,ボロボロなんですね。 かさぶただらけの天使っていうのを私時々そういう言葉使いますけどもかさぶたもできないですね心がもう血が流れ続けてるような状態ですよねそれでまあ3ヶ月間以上もね泣き続けていたただそれがさらにそれももう非常にドラマチックなんだけれどもさらにドラマチックなのは、うん 3ヶ月間そのギャンだけにつ付き合い続けたその世話をして、えー、くれたひ人がいるということですよねでなさらにはその世話をしてくれた人の苦労の甲いあってミッキーちゃんはこのように可愛らしいもうおっとりおっとりとした表情のね懐い,いてるちょっと陰りがまだ表情にはね陰りが。 あるんですよね普通の、えー、そういう心の傷が全くない、えー、家猫と違ってね陰りがあるんだけども余計だからこそ可愛いみたいなところがあるんですけどね。でそういうのをね見ていくと、まあ、先ほどのじゃあ戻っていくとあグまるくんですねあグまるくんもすごいかわいいんですよ。 あ現在進行形で、えー、不安な気を続けているんですよね、まあ、ですから私思うにこういうふうに見てくると、ね、猫も人も,もう同じだと思いますねで心のケアってありますけども、ね、猫の場合こういう影響 本当に短い語りで恐縮なんですけどもそういう心の傷があると猫もね。でそれを乗り越えていくにはやはり一定期間が必要ですし期間だけじゃなくてやはりその猫を傷ついた猫をかわいがるというか、えー、や優しくするというのかな世話をするというねそういう愛情というのかなそれが必要ですよね。 ですからこの傷ついた心を癒すのは愛情しかないんですねそれは愛情と関観念的な概念的なものではなくそれはもう触れ合いであるし地味なねその、うん、このトイレの世話,世話から餌をあげたりから病気になったら病院連れて行ったりとかもういろんな。 世話ですよねそういうの猫見てるわけじゃないですかで愛されてるか愛されてないかなんてすぐ分かるわけですよねでそれでも長い期間がかかってようやく泣かなくなるというねこれでも私ね人も同じだと思いますで私も、うん、私自身もそういうこうこ心の傷というのかなそういうものを持ってますし それは私も塾を10年以上やってきていろんな方の相談を受けてきてねそれは心に深い深い傷を持った方も何人の方であったかな相当数の方とお話しさせていただいてきてるんですけどもそれはねうーん。 心的外傷という言葉はご存知かと思うんですけども、まあ、変な言葉ですよね心の心的心の外傷っていうのは、まあ、傷っていう意味ですけどねよくトラウマとかっていう言いますよねそれがあんまり深すぎるとその傷があんまり深すぎるともう,こう後遺症が残るわけですよねちょっとした、えー、人,人を 好きになってて恋してあ失恋しちゃったって言って一晩泣いたらケロッとしてるみたいなねそういう傷っていうのは浅いわけですよねそうじゃなくて傷が深いとその傷が癒えるのにもものすごく時間がかかる後遺症が残っちゃうわけですよねで中にはもう一生それでいろんなこう,う悪夢というかな夢にうなされたりとか、えー、フラッシュバック っていう言葉を使ったりしますけども,もういろんな症状が出,出てくるですからそれを薬でで抑えている人も多いですよ、ねうん、まあそれが人間の場合はその心のね病気にと言えるわけだけれどもですから猫も人もやはり生きとし生けるものというのかお同じだなと思いますね。で とにかくこの中猫チャンネルさんのをやられていることねそのボランティアのこう猫を保護してえ里親を探すというか譲渡会っていうらしいですねそういうある場所を借りてそこで猫をこうえそこでえ紹介して引き取ってくれるねそう,そういう人 に譲渡していいくというねそういうい活動をされてるんですねそれは捕獲野良猫を捕まえるところから譲渡会までの道のりって短くないんですよ長いんですよねいろんな段階があってそれを丁寧に丁寧に動画で見せて、えー、いただけるので興味深くね私見てるんですよ。本当にうーん人と 人と同じっていう言い方もこうおかしいんだけどなんかもう身につまされるというのかねうんまあですからこのミッキーくんはねもう今はここの、えー、この動画もいいですよこの10分ぐらいの動画なんですけどもこのミッキーちゃん以外にもねいろんな猫が出てきます。あのこのお がいいですよでこちらねあごまるくんのもうそのギャン泣きというのか不安泣きを聞かされちゃうけれどもまあそれも一つねただ非常に私はねくんん可愛いんですよすごくすごく不安泣きが激しいけどもね結構ね私はすごい可愛い愛しい感じがする猫ですね。 ですから現在進行でまだこの不安な気がやまないのでねこの続きねど,どうなっていくのか、えー、今日アップされた、えー、今日かな昨日かなアップされたばかりの動画でも泣いてたのでこれからねあのそれが収まってね本当にこに幸せになっててほしいなと思いますね切に願うばかりですねはいということで 今回はですねん「中猫チャンネル」という私がよく行く、えー、猫猫チャンネルの中から「猫の不安な木」を取り上げました。皆さんはどんな感じがしたでしょうかはい、ということで。 今日も最後までご視聴ありがとうございました。またですね、えー、猫チャンネルとか犬チャンネルとかの取り上げながらね、また、えー、語ってみたいと思います。まあ、中に、えー、またその動物の話題取り上げてくださいねみたいなリクエストもいただいていたこともあって、今回は猫の話題を取り上げました。それではまた。 お会いしましょう。